店の決まりなんです。他のお客さんやってなかったでしょ。スーツでこれかぶったら絶対可愛いと思うな。店の決まりならしょうがないよね。可愛い、仕事できそう。ハロウィン紹介のかぼちゃ谷パンプローです。あんま面白くなかったですね。やらせといてひどくない。写真は面白く撮れましたよ。言葉にトゲのあるな。今浩二さんに送りました。ああ、ありがとう。あ、これ同級生の男の子に送ればいいんじゃないですか。本気で言ってる？とっつきやすいお父さんだって思われた方が仲良くなれる可能性高まりますし。じゃあ本当に送っちゃおうね。ああ送った後にそういうこと言うのもなしだよ。違いますよ。かぼちゃ谷パンプロですって自己紹介まで送っちゃってるから。え、それは完全にアウトですね。え、そんなにダメかな。私はツボでしたよ。いい子だね。笑ってなかったけどね。